界なんて飛び越えていく、そんな覚悟が今ここにある。切り抜きますので、ご理解ください。よろしく。あ、ついに裏よく出るようになってきたね。さあ、以降よろしくお願いします。さあ来い、デュエル。意外と悪くない手札かもしれん。何？ビーステッド、ザ・ビーステッド・ルベリオ。あ、未来融合フューチャーフュージョン、やべえ。発動の2回目のサムフェイズに一度効果で、あ、そうかそうかそうか、今のうち破壊すればいいのか、フューチャーフュージョン。あ、悪くない。これでいくか。レッドレゾネーター召喚、効果発動で、これによって俺はソウルリゾネーターを特殊召喚。ソウルリゾネーターの効果、これで どうしようかな、これか。こいつか。あ、でも足りる？足りるか。とりあえず行こう。風雷王、ワイルド、ワイルドウィンド。召喚。で、ボーンデーモンの効果で、手札からスカーレットファミリアを墓地に送って、特殊召喚。ちょっと待って、一旦こうか。風雷王、ワイルドマインドと、レッドリゾネーターで、レッドライジングドラゴン召喚。レッドライジングドラゴン効果、墓地からレッドリゾネーターを再度召喚。レッドリゾネーターの効果で、攻撃、ライフを回復。これはたまたま。あんまり。で、効果。ビジョンリゾネーター特殊召喚。で、ちょっと待ってよ。はいはい、ちょっと待って考えるわ。やばい、ここ頭悪い。出すとしたら多分こいつなんだよね。だからさん、さん、ろく、じゅうに、これだ。多分これでレッドリゾネーターのレベルを上げるんだよ。あった、大丈夫だね。データでいくから、あくまで墓地に送りか。合ってるね。じゃあ墓地に送るのは、こっちかな。クリムゾンリゾネーター。で、レベルを上げる3の、いけ！エンマリーをレッドデーモンから見て、
シンクロ召喚した時に発動できる相手はこのカードを発動できない。このターン相手はフィールドで発動する効果発動できない。よし、とりあえず使っておこう。あんま意味あるかわからんけど。で、それとはまた別個で、行くか。まあ、行こう。行けるとこまで行ってみようぜ。あ、待って、レッドライジングドラゴンの効果でも使ったっけ、俺。ってことはもう出せねえ、もしかして。いけるわ。え、いけるんだ。これか。ビジョンリゾネーターの効果で、レッドデーモンカードが手書いてあるカードを手札にくれる。やばそう、なんか使ってくるよ。やめてー、超大。今のところマジで完璧な動きしてるんだけど、俺、ほぼ。わからんけど、多分完璧な動きできてるやろ。わからんけど。絡みていける。マスターデュエルだと生き残れるといいね。そういうカードなんだ。あれ、今禁止なんだっけ？他の、神のやつだと。止められる？やばい。ああ、よかった。で、あ、無効化されるんだっけ、効果。そんなことないか。待ってね。ここで、クリムゾンヘルガイア。発動。止められるかな？止められない。で、メインフェイズ、レッドデーモンズドラゴンカードと記されたカードを手札に加える。アブソリュートパワーフォースを手札に。8にして、ちょっと待ってね。で、この角かで、この角が先手で剥がしていてダメージを与える。この角がシンクロ召喚。ちょっと待てよ。ここ俺脳みそ使うんだよな、いつも。レッドデーモンが、レッドデーモンズドラゴンとして扱う的なやつは、こいつだけか。タイランドと多分これだけなんだよな。このカード、行くか、もう。そも行け。スカーレットデーモン！もう行け、バトルフェーズだ、こっから行くぞ。やめて、変な効果使わないでね、死んじゃうよ、俺多分、そしたら。そんなことされた日にや。行くしかないよな、もう。カラミティはまず、そうしなんから、今の状況においては。バトルフェイス！いけ！あ、やばい、でもダイレクトアタックじゃ効果発動してねえわ。あ、いや、切っちゃった。何？自分は開きますよ。やばい、まあ大丈夫？ちょっと。ビーステッド・バルドレイク。地元相手の墓地の光、闇属性モンスター一体で対処、そのうち除外してみたが特殊召喚。あかんわ、これ。あかんかもしれん。特殊召喚。はい。あ、やばいね、これ。大丈夫か？の29秒しかない。俺、だいぶお金から時間使ったから。タイムイズマネー。いけ。あ、間違った。キャンセル。間違えた！間違え。でも、いけ。まあ、これで、間違えたね。レッドデーモンズドラゴンでダイレクトアタック、アブソリュートパワーフォース。で、止まる？止まらない？来る。また？自分が相手の。また闇属性除外してくる。ちょっとやめて。やめてください。やめてください。いけ。もうこの後の全突破じゃ。
かん、いけ。ああ、止まった。この俺のレッドデーモンズドラゴンとレッドデーモンドラ、レッドデーモンズカラビティってね、こんなに、いや、やっぱり忘れてた、そいつの効果。ファイブゴッドドラゴン？やばい、いきなりとんでも、ファイブゴッドドラゴン召喚する気やばいじゃん、じゃあ。あ、やばーいかもしれなーい。止まらなーい、やっべー。マジ？ちょっと。やべ、俺41秒で何ができるこれ。もうとりあえず全突破しかないよ、もうここまで来たら。ライフ回復してる分だけちょっと俺かなり有利だから今。攻撃、ライフが1万待って。俺には攻撃力4000と3000のモンスターがいるんだ。何、ああそういうこと、ああやばいわ、ブルーアイズ、ああかっこいいブルーアイズだ、これでベイフェイズだもんな。やばい、墓地も超えして手札も増えちゃって、ちゃっかり。あとレッドアイズが過ぎるて、ドラゴンやばい、レッドアイズデッキ対ビーステッドデッキと見せかけてのじゃないこれ。じゃあファイブゴッドドラゴンデッキかもしれん、これシンプルな。次のターン出てくるからな、だから今のうちに俺倒さないといけないんで相手を。ブルーアイズモンスター、ボットから紹介してボスのブルーアイズの手札にジェットか、違う、え、まさか、え、普通のブルーアイズが並んでいく、ラクインブルーアイス、そういう、あ、なに、終焉竜カオセンプラー、戦乱から除外されて中のドラゴン族モンスター、この方の赤石手札に加える、いる、あ、違う、なに、まさか、まさか来るのか、嘘でしょ、そんなかっこいいことする、え、やだやだやだ、ちょっと惚れちゃうこと、2体、2体、あれ、やばい、ブルーアイズでタイラントドラゴン融合モンスター装備しとこう、フィールドのこのトラップの効果が受けない、1体1回ずつ攻撃できる、やべえ、ダミーセプシュールでトラップをセットにする、何、ドラゴンズミラー、しまったー、そう、やべえ、来る、やつが来る、うわ、フューチャーフュージョンドラゴンズミラーのコンボだ、いや待って、ブルーアイズ、いや待って、どう来る、いやーやっぱそうか、だよな、来るよなこれ、あ、やべえわ、あ、これやべえわ、ファイブゴッドドラゴン、闇属性の戦闘では破壊されない、しまった、やべえ、レッドデーカラビティの効果を発動する、いけるこれ、あ、いけいけ、発動発動発動、自分の墓地をレベル8、特殊召喚する、あ、でもこの後やられちゃうよね、でもしょうがないしょうがない、行くしかないよな、レッドライジングドラゴン守備表示で、わあブルーアイジェットドラゴン、いや、まだまだあるんだよな、これ。ああああ、何その効果、え、マジ、戦闘が長い場合、相手フィールドのカード1枚、手札にも強っ、未来融合からのドラゴンズミラーの流れ、やばいよね。ブルーアイズモンスター。ディープオブブルーアイズ、
やばいやばいやばい、ファイブゴッドドラゴンが次の段出てくるって恐ろしさがやべえ。待て待て、この段でケリセンスはダメだよねってことは。いけるかな俺、いけるいける、あー待った、いや待って待って待てよ待てよ、いやーダメだねー。あーまあとりあえず行こう、コンリゾネーターで一回リゾネーターモンスター出るのに変える。行くっきゃないかこれ。いや待って待って待て、ビーケアフルビーケアフル、落ち着けベイベー。どうしよう、デッキから手札に行く。これかな。いやそうだよね、だからこれがね、いやばいやばい、時間がないんだった、やべ、今勢いで選んじゃった、間違えたかもしれない。手札に加えるのはこれ、アブソリュートパワーフォース、行くしかないか。死者蘇生、聖騎召喚俺はしているからゴロー、行くしかねえか。クリムゾンリゾネーター通常召喚、どうしよう、効果デッキから手札に加えるな、こいつやばい、間違えたかもしんない、いやいけ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 、26秒いけるか、行くしかねえ行くしかねえ行くしかねえわこれ。マジ間違えた、あもういけもういけ、あれ全然倒れてない、あれ全然全然あかんやん、あバカバカバカ、あマジミスった、いけマジで間違えた、バカだれ、あ2秒、あバカバカ戻ってくる、やめてー、耐えど耐えど、あマジ最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。他にもツイッター等もやっているのでぜひともフォローの方よろしくお願いいたします。それでは明日の動画でお会いいたしましょう。うかことうかいとうしろうでした。またねー。